は5歳の頃からギターを演奏していて、学生時代はストロベリーカフェという女の子バンドでデンチャーズや加山雄三さんの曲を演奏していました。ギター演奏を支えてくれた、家族のみんなや応援してくれた方々に感謝を込めて数曲演奏させてください。ゆかりしかない。ハイフライズ曲をお届けします。短い時間ですがお付き合いお願いいたします。
真顔になる。確かにまずお送りしたいと思います。ストロベリーパフェの皆様の願いを聞いていただきました。ご指導様ではもちろんですね、特等席でご覧いただきまして、千尋さんの魅力に改めて酔いしれていただいたのではないでしょうかね。さあ、ぜひ記念のお写真撮影させていただきます。メンバーの皆様も本当に素敵でした。魂に響く音っていうふうに表現したら一番いいんじゃないかなと思いながら撮影いただきましたけれども、はい、では当たります。撮影です。はい、もう一枚、3日、はい、あ、映ってない、はい、OK です。会場の皆様にもですね、ラストの曲は両手で盛り上げていただきました。本当に素晴らしい演奏ありがとうございました。最後の演奏をありがとうございました。